はいえー、それでは11月25日の3問に入る前に、えー、アドバイスさせていただきます、えー。本日は理解していただきたい部分が多いです、えー。理解学習こそ合格するための勉強法です。理解せずに単にテキストや過去問集の解説を丸暗記では毎日2時間、1年以上勉強しても合格できません。1回でも卓研試験に落ちている方のほとんどが理解学習ができていないです。早めに勉強法を変えましょう。 丸暗記という無駄な勉強は今日で終わりにして来年絶対合格しましょうえ。では本日の問題です。時効の問題ですね。自分の所有する土地を20年間使用などの所有権を行使しないと時効により消滅する丸か罰かという問題ですえ。この問題考えたい方は動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。えこれ答えはえ罰ですねで。所有権は消滅時効にかかりません。え例えば、 え放っておきっぱなしのえ土地があって、まあ、これが消滅事項にかかるとすると所有権がなくなるということになりますよねでそしたらその土地どうなるのっていう話になるんですよなので所有権は消滅事項にはかかりませんもしあなたがえ東京に住んでいてえ沖縄にえ土地を持っていたとでその土地をずっと放っておいたとしても所有権について消滅事項にはかからないんですねつまり放っておいても所有権が勝手に消滅するっていうことは ありません。ただ、勘違いしてほしくないのは、ここからなんですね。ここからの解説です。誰かが占有を始めて、つまり、誰かがその土地を使ってしまって、時効取得されてしまう、取られてしまうってことはあるんですね。で、これは取得事項の話なんですよ。今回の話は消滅時効の話なんですよね。問題文見ていただくと、時効により消滅するって書いてあるので、これは消滅時効の話なんです。で、今、ここの正し書きのところについては、 取得事項の話なんですね。つまり誰かが占有してその人が自を取得するっていう話なんですだから話は違うんですね消滅事項と取得事項は話は別ですよ消滅事項について考えると所有権が勝手に消滅すすることはないですよ。一方で取得事項の話について言うと誰かがその土地を占有し始めて、えーまあ、20年間ずっと占有したのであればそれは取得事項によって取られてしまう可能性がありますよ っていう話です。分けてちゃんと考えるってことを行いましょう。これは具体例で覚えていただくといいです。まあイメージですよね。ちなみに所有権を行使しないとはどういうことかわかりますでしょうか本文で言うと土地を使わずに放っておくと。まあそういったイメージですね。まあ難しい言葉もわかりやすい言葉に置き換えることができればイメージしやすいと思います。イメージ学習で短期間で実力をつけることができる。これが個別指導なんですね。 予備校に通っても理解できない方通信講座の動画では理解できない方独学で調べても理解できない方はぜひ個別指導をご検討ください理解すべき部分は理解の仕方まで解説いたしますえ個別指導はえこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認くださいで問い2ですね A が借金の返済に充てるため自己所有の宅地を10区画に区画割りして 不特定多数のものに反復継続して売却する場合、A は免許を受ける必要はない。まるか罰かという問題です。これは、えー、罰ですね。免許を受ける必要があります。A は宅地を不特定多数のものに反復継続して売却をしています。これは宅地建物取引業を行っているってことですよね。よって A は免許が必要です。今回の問題文にある借金の返済に充てるためという目的、 これについては何の関係もないんですね。目的は関係なくて、宅建業を行っていれば、目的に関係なく、免許が必要なんですね。免許が必要かどうかの問題については、どんな引っ掛け問題が出たとしても解けるようにしましょう。そのためには解き方。これをですね、理解する必要があります。解き方を覚える必要があります。その解き方については、個別指導でお伝えいたします。問い3ですね。建築基準法。 建築基準法の規定が適用された際、現に建物が立ち並んでいる、福音4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、道路の境界線は、現在の道路の境界線とみなされる、丸か×かという問題です。これ答え×なんですけど、これ非常に内容を理解しづらい内容なんですね。で、これ言葉にするとですね、本文は、 道路の境界線は現在の道路の境界線と見なされる。まあ、ここが誤りなんですよ。境界線はどこかというと、道路の中心線からの水平距離が2メートル。この部分の線が道路の境界線と見なされるんですね。これセットバックっていうんですけども、これ文字にするとですね、すごくわかりづらいんですね。なので、え別途え動画にいたしました。この問題の内容だけじゃなくて、関連ポイントも合わせて解説しております。 まあこのように関連ポイントも一緒に勉強する勉強法。まあ、これ、つなげる学習って言ってるんですけども、これも効率的な勉強の一つなので、ぜひですね、行っていきましょう。で、別途動画については、この動画の下の概要欄の方に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。今日も最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。レトスの小野でした。